こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、ザ・バスコレクションのミニバス編のボリューム1を紹介したいと思います。はい、今までアリキンがバスコレクションの、通常のバスを、集めてるんですけども、今回はミニバスです。小型バスです。じゃじゃーん、面白いですね。コミュニティバスとか、よく使われてる、ミニバスですね。で、今回は車種は 2種類あるんですね。ヒノのリセと、あと日産リセルのアレンです。はい、当初は、ラインナップは12種類です。はい、見ましょう。日産リセルの、車種ですね。京電鉄のバス、関東バス、であと西東京バス、で、本当にコミュニティバスばっかりですね。東武バスと日光バス。ニットバス、ニットコツと江ノ島いいですね。はい、じゃあもう一つは日産リスのアーレンです。富士急行と京阪バスですね。あと日野もアーレンではなくて、普通の京王電鉄バスと国際航空三重と、あと九州ですね。あっちにこれ欲しいですね京王バスか、もうコミュニティバスの、企業が欲しいですね。いいですね。では、じゃあ早速開けましょうか。はい、開けまーす。はい。さあ、何が入ってるかな。1、2、3。おー、いいですね。これだったら、はい、お、関東バスですね。おー、模様が、かわいいはい、よー、はーい、関東バスです。丸山営業所、おー、かわいいミニバス、はい、日産ディーゼルのアーレンの関東バスです。おお、関東バスと書いてありますね。おお、かわいい。おお、はい、中国製ですね、富っていう。はい、おお、上こうなります。おお、いいですね。はい、はい、関東バスは東京都の23区と、あと多摩の運行エリアとして、バス企業をやってますですね。設立は1931年ですね、確か。関東バスはコミュニティバス、で有名になりましたですね。武蔵野市でまず1995年に、受託して、結構大成功でした。で、そこをコミュニティバスは全国に広がっています。今、武蔵野以外には、西東京市と杉並区から受託はしています。受託して運行しています。かわいい。いいですね。はい。じゃあ、では、ちょっと開けてみたいと思います。中身は。はい。分解しました。はい。ギア、タイヤのところですね。あと、はい、席、椅子、こうなってます。普通の通常のバスと同じで、ただ短くなるんですね。後ろ側は席が3列だけです。通常もと5列はあるんですけど、いいですね。あと前は、前方は1個あります。はい、あとカバーですね。おいいですね。ではじゃあまた戻します。はい、戻しました。おー、かわいいですね。はい、では今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、ザ・バスコレクションのミニバス編の関東バスです。今回は日産ディーゼルですね。車体はThank you.
では今から道路のプチジュラまで展示したいと思います。はい、関東バスの23ビスのミニバス走ってます。おー、かわいいですね。以上です。アルチンちゃんでした。今回はザ・バスコレクションのミニバス編のボリューム1を紹介しました。はい、ここですね。おー、あー、面白いやつですね。車体が、ヒノ、フィエセとかと、あと2、3、2、3ですね。あとラインナップは12、3です。今回アルチンゲットしたのは、はい、2、3、2、3の、はい、関東バスです。おー、2個目ですね。はい、かわいい。ミニバスです。おー、高いです。おー、さすが。富店です。おー、いいですね。結構、おー、リアルで再現されています。今回、相手のミニバスは初めてです。結構綺麗ですね。はーい。これからもちょっと集めたいと思います。はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。